この公園は新宿区の大久保公園です。この場所はもう新宿、世界でも言わずと知れた繁華街です。いろんな思いがこう密集してる街だと思うんで、こっちの歌舞伎町の方とかは東口の方とかはなんかそういった中にでも自分の作品がなんかこうちょっとこう常にこう輝き続けるというか、なんかそういうようなスポットというか、なんかそういうエネルギーが出ればいいなとは思いますね。今日はペイント初日なんですごいテンションが高いです。みんなにもそのコートを作るっていうところの、僕一プレイヤーでバスケ広めるっていうことしかできなかったけど、コートってアートだよとか、アートってすごいいいんだよとかっていうところを広めれるようにはなれるかなって思います。今後はなんか KD の見方も変わります。本当に正直マジで KD にありがとうっていう、 KD ありがとう。この歌舞伎町が暗い夜のイメージだから、ちょっと明るい発色のいい色をチョイスしたっていうのもあって、この明るい色にして、だからすごいなんかイメージ通りの発色の良さで、完成がすごい楽しみです。すごく明るくなるんじゃないかな。本当にこのカラフルですごくデザインも素晴らしくて、本当に今までの殺風景な公園と全然変わりましたんで、本当に嬉しく思いました。この公園でスポーツを通じて若者が元気になってくれればと思っています。子供たちにはバスケットを好きになってほしいんで、こうやって外のコートとかでプレーするっていうのはすごい大事だし、子供たちがプレーできる場所が増えるっていうのはものすごくいいことだと思います。なんか始めるときとかって環境が実は結構大切だったりすると思うんですよ。で、そばにこれだけね、面白いコートがあれば、リングがあればシュート打ちたいと思うだろうし、これだけ派手な、多分インパクトってすごい大切だから、こういう派手なコートがあれば、あ、ちょっとシュート打ってみよう、そこから何かこう子供たちが楽しいな、バスケ楽しいなとか思って、なんか広がっていくんじゃないかなってすごい思います。で、今日こうしてみんながプレーしてて、そのプレーしてる姿とそのエネルギーがすごくマッチしてる感じがして、すごい感動したし、なんかようやくこのみんながプレーしてる絵を見て完成したんだなっていうのがあって。